寝ゾの姫めくらまご根までの間の赤い軸が、タンネ体タ,タンネ体とは、根にも茎にも似た植物の部分。シダ植物の岩ひば属などに見られる。茎から出て、下に伸び、そこから根を生じる。根持ち体とも呼ばれ、小葉類に、独特のものとされる。その蘇性については根、ね、あるいは茎と見る説、両者の中間と見る説、独立の存在とする説などがある。 ただし単ネ体という語は、山の芋科の植物の地下系や、ヒルギ科の植物の耐性種子の根に対して用いられることもある。例えば岩ヒバ科に属するクラマゴケは、地表を這う茎に林上の小さな葉を並べてつける植物で、外見的には苔のように見える。もちろん根があって地下に伸びるのだが、茎の分子点から下向きに出るものは、表面が滑らかな茎のような棒状の構造で、 これが地表に触れたところから二砂状に根が出る。地下に伸びる根は二砂状に分子しながら伸びる。この地下部は間違いなく根の性質を持っている。ところが地表までの部分は地下部のような根毛もなく根らしい構造の多くを書いている。この部分が単根体である。岩日和には約八百種があり、これを一つ覗くにまとめる。これらの多くが茎から単根体を出す。 タンネ体は細い棒状で分子しないものが多いが、熱帯の大型種ではタンネ体そのものが複数回の二差分子をする例も知られている。多くは茎の下にあってさほど目立たないが、岩ヒバではそれらが絡み合って仮幹を形成し、小さいながらも立ち上がった姿になり、時に高さ20センチメートルにもなる。またオニクラマゴケでは茎は単独で立ち上がるが、 これは太さ0 5ト、mm、ルに達する丹念体に支えられている。水ニラ族は細長い線形の葉を束生する水草で、その茎はごく短い海上になっている。だがその茎には上面の葉をつける部位と下面の根を出す部位が明確に区別できる。この根を出す部分が短縮した丹念カラダだと考えられている。上記二群はいずれも商用類という、 大きな群に含まれるものである。これに含まれるものとしては、他に日陰のかずらかがあるが、これはタンネ体を持たない。化石種としては、有名な林木レピデデンドランなども直立した茎の根元から2差分子して地表に伸びるタンネ体を持っていたことが知られ、この根元の部分の化石は、スティグマーアと名付けられている。ただしこれには、真の根も含まれる。 林木の丹根体では、側面に根が規則的に出ており、それは茎に葉が並んでいるのを思わせる。水にラと類似のものは、例えば中世代三畳期のプレウロメア族プラロミアに見られ、この植物は直立する茎を持つ木本であったが、その地下部は海上で、そこから多数の根を出していた。この地下の海上の部分が丹根体である。他にも、 化石シダ類の特に商用類の中でも異形方仕を持つ系統のものでは多く見られ、この系統の進化においてその過程の初期に獲得されたものと思われる。茎と根は一般的には連続したものであり、地上部と地下部である以外には同一のもののように考えられがちだが実際には異なった器官であり、様々な構造や性質で区別される。 茎は葉を出し、成長点は裸出し、また上向きに伸びる。根は表面に根毛を持ち、成長点は根の先端に裸出しておらず、その上を根間が覆う。また、下向きに伸びる。内部構造においては、いかん束の配列、つまり中心柱の構造そのものが異なっている。丹根体の場合、下向きに伸び、その中心柱は根と同じである。また表面に葉も、 ななどもないこれらの特徴は根に共通する一方で、表面に根毛がなく、成長点の外に根幹がないことは、茎と共通する。それらの特徴をもって、タンネタイを根、あるいは茎と判断する説はどちらもあった。さらに、タンネタイには葉がないが、植物ホルモンであるインドール酢酸で処理することで容易に葉を、 誘導することができるので、これは茎であることの有力な証拠ともされる。単ネ体が茎から出る場合、その形成は外生的である。単ネ体の先端部の内部構造からは、根が生じる際に、まず単ネ体の先端にある単ネ体超単細胞が消失し、その後に内部に根の超単細胞が2個生じ、これが根として伸び始める。 するとそれを追っていた丹根体の組織は崩れ根の先端が露出する。つまり丹根体の形成と根の発生の間に明らかな不連続性がある。これは骨と丹根体とが別の器官であることを強く示唆するものとされる。ただし水にラ属では丹根体から根が出る場合外性的に形成されるとの説があり、これがクラマゴケの丹根体と相同であるかどうかについては 今後の研究を待つ必要がある。そのような観点から、これを独自の機関と考える説もある。それによると、植物は普通は根、ね、茎、葉の三つの機関があると考えるのだが、生葉類のこの系統ではそれに加えて、単ネ体という第四の機関があるのだと考えるもので、ある。林木の肺化石などと比較することで、肺から生じた軸の先端が2差分子し、 その一方が地上系、もう一方が単根体となると考えられる。この点、一般の種子植物が最初の軸の両端に茎と根を生じるのとは大きく異なる。この構造の独自性を取り上げたのは、ネーゲリとライトゲブで1868年のことだった。この時点では茎から生じ、先端に根を分出形成する部分として認められた。 その蘇生については、茎から根への移行部である、ともされ、また岩姫族が原始的なイカンタバ植物であることから、茎と根の分化が不十分な段階であるとの主張も、された。田川は、根と茎の中間的な性質を持った枝と、表現している。1960年代には、ウェブスターとスティーバンスがこれの形態形成について、研究を行い、次のような事実を確認した。 つまりねと、単ネ体は連続しているものであり、単ネ体は単に地上にある根に過ぎないと考えられる。この地上ネ説は彼らの提唱の後、広く認められることになったが、必ずしも定説とはされなかった。例えば、オーキシンの輸送方向の研究は、地上ネ説を指示したが、電気営動法でのポリペプチド解析では根でないとの判断が出たこともある。だがいまいちと、 加藤は1990年前後にコンテリクラマゴケや熱帯産の大型種を材料に順調を打つ切片法という技術によって形態形成の研究を行い蒸気のように単熱帯から根が生じる場合ウェブスターらが主張したように外性的に生じるのではなく先端近くの内部に分裂組織を含む新たな根端が形成されることを示した。P16 岩編 P18 いま P349 岩き編、P51、なお、この仮みきには、真の根も混じっている。岩き編、P52 岩き編、P56 ますます富、浜田、P59 から60岩き、まだら監修、P84 岩き、まだら監修、P203 岩き編、P18 岩き編、 P18 いまいちいまいち、P349 以上、いまいちいまいち、P349 岩月、まだら監修、P84 から85個の章は、主として、いまいちたがは、P16 近年に開発された方法で、従来のパラフィンを用いたパラフィン切片法に対し、様々な合成樹脂を放埋剤として用いることにより、はるかに薄い切片を作ることができる。いまいち、 ありがとうございます。